はい、ソニーの小林です。この動画ではコンボリューショナルニューラルネットワークを用いた画像分類、物体検出、セマンティックセグメンテーション、画像信号処理のようなタスクにおいてより高い性能を実現することのできる CNN のアーキテクチャをご紹介します。さまざまな CNN 第3回の今回は、複数の画像解像度を扱うことで高い性能を実現するさまざまなアーキテクチャ、具体的には UNET、スタックトアワーグラスネットワーク、フィーチャーピラミッドネットワーク、マルチレベルフィーチャーピラミッドネットワーク、ハイレゾリューションネットワークについて解説していきます。ディープラーニングの基礎知識を持っている方を対象にした動画になりますので、初めてディープラーニングに触れるという方は動画の説明欄にあるディープラーニング入門のプレイリストを合わせてご覧ください。本題に入る前に、通常のコンボリューショナルニューラルネットワークの中で行われている処理とその問題点を見ていきたいと思います。 CNN では入力した画像にコンボリューション、複数のフィルターの畳み込み処理を行って、複数の画像の特徴を抽出して、次のコンボリューション層がまたこの特徴に対してフィルター処理を行って、特徴の特徴を抽出するという処理を繰り返し行います。そして通常ネットワークのところどころでマックスプーリングなどを用いてダウンサンプリング処理、画像の解像度を下げる処理を行うことで、ネットワークの終盤ほど画像の解像度が小さくなるように構成します。入力付近では比較的高解像度の画像に対して 3×3 から 7×7 といった小さいサイズのフィルター処理を行うことになりますので、コンボリューションでは画像のごく局所的な特徴を抽出することになります。ニューロンの値に影響を及ぼす入力画像の範囲、これを受容野と言いますけれども、最初の層ではこれは 3×3 から 7×7 ピクセルのみということになります。ネットワークの終盤では 7×7 といったような小さい解像度の画像に対して 3×3 のフィルタ処理を行うことになりますので、画像のかなり広い範囲を参照した特徴を抽出できるということになります。セマンティックセグメンテーションの動画でも解説した通り、コンボリューション層を重ねるほど受容野は拡大していきますので、ほとんどの CNN の構造では最終層付近の各ニューロンは入力画像全体を参照できるようになっています。このようなニューラルネットワークをデータから学習することで、例えば画像分類問題では、入力付近のニューロンは画像の持つプリミティブな特徴、例えばそこに縦や横のエッジ、点があるであるとか、特定の色があるといったようなごく基本的な特徴に反応するようなニューロン、次の層のニューロンはそれらの特徴を組み合わせた特徴、例えば線や円弧がある、局所的なテクスチャや模様があるといったような特徴に反応するニューロン、最終層近くでは人間が認知しているのにかなり近いような、そこに犬がいるといったような画像全体を参照してかなり抽象的な概念に反応するニューロンが獲得されていることが実験的に確認されています。入力層近くでは画像の限られた範囲のみを見て得られる基本的な特徴が、これが出力層近くになると入力画像の広い範囲を見て得られる抽象的な特徴が得られるという構造になっているわけです。このように非常に合理的な構造に見える CNN ですけれども、さまざまな画像関連のタスクへの応用を考えるといくつかの問題があります。まず最終層付近の広い受容野から抽象化された情報が得られる段階では高い解像度の情報が失われているということ、例えばピクセル単位で物体を認識するセマンティックセグメンテーション、あるいはピクセル単位の処理を行わせたい画像信号処理では、最終的に得たい結果の解像度は高いものになりますけれども、ダウンサンプリングが繰り返されて解像度が小さくなったニューロンから高い解像度を復元するのは難しいということで、ぼやけた結果しか得られなくなります。かといって高い解像度の情報を用いたのでは層が浅くて十分抽象化された特徴が抽出できていない、あるいは画像の局所的な特徴しか参照できていないので精度が出せないということになります。また物体検出においても画像に小さく映ったような物体を検出したり、高い精度で物体のバンディングボックスの座標を算出するためには高い解像度の情報が必要ですけれども、どの物体がそこにあるかをよく表現したような深い層の出力の解像度はかなり低くなってしまっていますので、やはり高い精度を実現するのは困難ということになります。次に、受容野が狭くて解像度の高い状態から受容野が広く解像度が低い状態に向かう一方通行の処理になっているということ、例えばセマンティックセグメンテーションをしようとしたときに、人間であれば画像全体を見て、まずどのあたりに物体があるかを確認して、その後画像の細部を確認しながら物体の境界を細かく判断するというようなことができます。細部を見ていてまた何かよくわからなくなったら、再度画像全体を見て境界を判断するというように、高い解像度と低い解像度を行ったり来たりしながら高い精度で判断することができるようになるわけですけれども、基本的な CNN ではこれに相当するような処理は実現できないアーキテクチャになってしまっています。この動画ではこれらの問題を解決して、より高い性能を実現することができるさまざまな CNN のアーキテクチャについて、それぞれのアーキテクチャに込められた基本的アイデアに着目しながらご紹介していきます。分かりやすさを重視して簡略化した説明を行っていきますので、詳細な構成については動画の説明欄にそれぞれ元論文へのリンクを載せていますので、
そちらを合わせてご参照いただければと思います。まず最初にご紹介するのは UNET です。こちらも以前、セマンティックセグメンテーションの動画でも簡単にご紹介しましたけれども、こちらは通常の CNN を行った後、通常の CNN とは逆の処理、画像解像度をだんだん高くしながら、高解像度の画像を復元していくという構成を持っています。左半分が通常のコンボリューショナルニューラルネットワークに相当します。下にずれるポイントで、マックスプーリングのような処理によって解像度が2分の1にダウンサンプリングされているような構成になります。一番右、解像度が小さくなった情報に対して、今度はプーリングの逆の処理を行って、解像度を拡大するアンプーリングや線形補完などを用いて、画像解像度を拡大しながらコンボリューションを行っていきます。右半分が通常の CNN を逆にしたような、コンボリューション層を重ねるたびにだんだん解像度が拡大されていくようなネットワークになっています。そしてこの右半分のネットワークは、左半分のネットワークの同じ解像度の情報をスキップコネクションを通じて受け取って、拡大した画像の情報と合わせて利用するような構成になっています。浅い層の高解像度のデータを高段の復元後の高解像度のデータと合わせて、コンカチネットで結合して利用するようにすることで、一度抽象化された入力画像全体を参照した情報を利用しながら、高解像度の情報を扱うことができるようなネットワークになっています。こちらのネットワーク構成は形が U の字になっているため UNET という名前がついています。元の論文はタイトルの通り医療画像のセグメンテーションに関するもので、高解像度の医療画像を高解像度を保ったままセグメンテーションすることに成功しています。UNET は2015年に提案されたものですけれども、未だにポピュラーに用いられているネットワーク構成になっています。次にご紹介するのがスタックドアワーグラスネットワークになります。こちらはアワーグラスネットワーク、砂時計型のネットワークをスタックと積み上げたネットワークということですけれども、アワーグラスネットワーク自体は先ほどの UNET と基本的な発想は同じネットワークになります。詳細は省略していますけれども、このように徐々に解像度が小さくなっていって、途中からだんだん解像度が高くなる。この形を縦にすると砂時計に見えることから、アワーグラスネットワークという名前がついているわけです。UNET 同様に高解像度の情報を高段に伝えるスキップコネクションも備えています。このアワーグラスネットワークと UNET については、今回の動画の趣旨である高解像度の出力を得るために、事業への広い入力画像全体を見渡したような情報を、高解像度の情報と合わせて画像全体に反映する構成になっているという基本的なアイデアという点では、ほぼ同じアーキテクチャということになります。細かくはアワーグラスネットワークでは一つのコンボリションユニットが以前多層化テクニックでご紹介したレジタルネットワークスになっていたり、そして UNET では低解像度の情報をアップサンプリングされた情報とコンカチネートして利用していたのに対して、アワーグラスネットワークでは 1×1 コンボリューションで画像の枚数を合わせた上で、要素ごとに加算して用いるようになっているというような細かな違いがあります。そしてこのアワーグラスネットワークを複数回、論文では8回繰り返すのがスタックドアワーグラスネットワークです。他にアワーグラスネットワークの間にもスキップコネクションを用いることでレジタルネットワークの構成にしていたり、各アワーグラスの出力に補助ロスを設けてスタックごとの学習を簡単にするといったような工夫が行われています。スタックとアワーグラスネットワークではだんだん画像を抽象化して画像全体を見て、その知識を持ってまた細部を見て、また全体を見て細部を見るという処理が繰り返されるような構成になっていることがわかります。こちらの論文は人体のポーズ推定、画像中に手足など各関節がどこにあるかを推定するタスクに関するもので、画像全体を見て手や足の位置を推定して、画像の細部を見て細かい位置を特定して、また画像全体を見て全体との整合性を確認してというような多段階の処理が効果を発揮したと考えることができます。続いてフィーチャーピラミッドネットワーク FPN をご紹介します。こちらは画像から物体の種類と位置を同時に認識する物体検出のタスクで提案された構成になります。以前、物体検出の動画でもご紹介したように、画像に含まれる大小様々なサイズの物体を検出するために、物体検出ではコンボリューショナルニューラルネットワークの解像度の異なる複数箇所の出力から、物体の種類や位置を検出するということがよく行われます。例えば、CNN の各解像度のうち、浅い層の出力をもとに画像に小さく映った小さい物体を検出する。深い層の出力をもとにして画像に大きく映った大きい物体を検出するといったことを行います。しかしながら、先ほどお話したように解像度の高い浅い層の出力というのは、深い層で得られるより抽象化された入力画像全体を参照した情報を利用することができないという問題がありました。そこでフィーチャーピラミッドネットワークでは、先ほどの UNET やアワーグラスネットワークのような構造をとって、一旦解像度の低い抽象度の高くなったニューロンから再び複数の解像度の特徴マップを作成して、最終的な高解像度の特徴マップだけではなくて、これら各解像度の特徴マップそれぞれを各解像度の物体検出に利用します。このように構成することで、小さい物体の検出時にも
需要やが広く表現力の高い層の情報を利用できるということになります。物体検出に利用する特徴量を積み上げるとピラミッドの形をしていることから、フィーチャーピラミッドネットワークという名前が付けられています。そしてこの考え方とスタックとアワーグロスネットワークの考え方を合わせたような構成がマルチレベルフィーチャーピラミッドネットワークになります。スタックとアワーグラスネットワークのようにダウンサンプリングしていって高解像度を復元するという工程、画像全体を参照したり局所的に参照したりを一度だけではなくて何度も行います。そしてそのそれぞれの段階で抽出した特徴マップを同じ解像度のもの同士結合して高段の検出に利用するという構成になっています。そして本日最後にご紹介するのが HIR ネットの構造です。ここまでご紹介したテクニックはいずれも解像度を下げて再び上げる、あるいはそれを何度も繰り返すようなものになっていましたけれども、 HIR ネットでは高解像度のものは高解像度のまま多層の処理を繰り返します。途中でどんどんダウンサンプリングされた画像を生成しますけれども、それはそれでずっと同じ解像度のまま処理を続ける。そしてネットワークの途中で高解像度の画像と低解像度の画像をアップサンプリングやダウンサンプリングを行って密に結合する、すべての解像度の情報をすべての解像度に対して入力するような構成になっています。HR ネットの構成では通常の CNN のようなだんだん解像度を下げていく構成、アワーグラスネットワークのように一旦解像度を下げて再び上げるというような構成、高解像度低解像度を行ったり来たりするような構成が全て表現できるような非常に柔軟性の高い構成になっていることがわかります。というわけで複数の解像度を行ったり来たりするように構成することで高い性能を実現する CNN のアーキテクチャに込められたエッセンスについてまとめてご紹介してきました。複数の解像度を効果的に扱うテクニックについては、こちらも以前セマンティックセグメンテーションの動画で紹介したようなダイレーテッドコンボリューションを用いるものやコンボリューションユニット自体を工夫するものなど、今回紹介した以外にも様々なものが存在します。これらその他のテクニックについても今後別の動画でご紹介できればと思っています。